どうも皆さんこんにちは。今日はねガーズファーストテイクやっていこうと思います。今日はね実はバケーションに、来てましてですね、外で撮ろうかと思ったら雨が降ってきたんですけど、まあまあこのテラスでホテルのテラスで撮っていこうかなと思います。今日はほら見て、旅には旅レレですよ。厚さ2センチ、この旅レレでですね、ガーズの大好きな曲ジェイソン・モラーズ I'm Yours 撮っていこうと思います。雨の音と一緒にセッションでございます。わー2 1 2 Well, you turned down being the bell I felt to strike the chip, but it's so hard to do nothing. Felt like through the cracks.
ってみました。パビレレいいでしょ。これめちゃくちゃ薄いですよ。これでこんな感じでこうまったり旅先で奏でる自分が大好きな音楽をこう聴くんじゃなくて自分で歌っちゃう。ぜひ皆さんこれ最高ですからやってくださいよ。旅に出るときに夏のバケーションには旅レレ持ってってください。この旅レレもですね、もうちょっとです、販売、次の G ラボウクレレの販売予約開始がね7月19日の金曜日のお昼からになったんで、あの即発送じゃないんですけど、あのご注文いただける機会がやってきますんで、またちょっとご案内しますけど YouTube でですね、やってみてください。そしてやっぱりね、あの自分が大好きな曲は1曲覚えるアンプしてもらえると、こう楽譜も何も見ずにね、雨の音聞きながら緑をこう感じながら、今もねこのグリーンの香りがこう来るんだよね。いい香りっていうか雨のね朝の香りが、気持ちがいい。音楽はねやっぱやるもんです。音楽聴くよりやる方が楽しい。このガズファーストテイクはね、そんなねこの生々しい瞬間をこうギュッと動画にパッケージにしたいなと思って、あの YouTube の有名チャンネルザ・ファーストテイクってあるの知ってますよね。あれを見てね、いいなと思って、一発撮りってすげえなと思って、これ本当に今日カメラマンさんハニーさんですけど、ハニーさんありがとうございます。はい、ハニーさんがさっきこの iPhone で撮ってるんですけどね、 iPhone の録画ボタンをポッと押してそのまま一回も編集なしですからね、この生々しいこのなんていうの、ちょっとミスもいいじゃないかみたいな、そういう感じ。本当こう今自分がいる場所とこう一体、音楽と一体になるようなそんな感じでですね、そういうか音楽のあり方をなんか伝えたいなと思ったんです。でそれでこれ今シリーズでやってます。他にもね、ガズファーストテイク名曲いっぱい取り上げてるんで、概要欄にねあのソングリスト貼っとくんで、ガズさんがねこんな感じであのゆったりと普段レッスン動画で見られないこのいい気持ちで歌ってるカズさんもぜひ見ていただいて、なんかこう感じ取っていただいて、みんなもいいな、こんな風にできたらなっていうような感じで、あの日々のね毎日のライフスタイルの中にこう取り込んでもらうといいかなと。やっぱ覚えるのがねやっぱすごくいいと思うんだけど、そうじゃなくても楽譜ずっと見ないのがポイントです。であと、もしかしてこの動画初めて見た方いるかもしれないからね、あ、ほんと簡単にできますから、ウクレレはガズレレで始めましょう。概要欄にね、ガズレレで始める音楽のやり方書いておきますんで、よろしくお願いいたしますと。はい、そしてですね、まあ、今日は旅に出てきているわけですけど、まあ、旅には旅レレ持って出かけたいなと思うんですけど、まあ、ガズの、ね、家はね YouTube やってるからね、なんか休みとこの仕事の境目があんまないんだけど、こうやって出てくるとやっぱいいわ。普段と違うこの景色を見ながらぼんやりするこういう時間も大切だなと、つくづく思っております。さあそろそろ梅雨も明けそうな気配で、またウクレレにぴったりな時期になってくると思いますんでですね、皆さんウクレレ持ってお外に出かけていきましょう。というわけで、今日のガズファーストテイクはこれまでです。ちょっといろんなお知らせがあるんですよ。あの20万部ガズレレの本が20万部出たとか、8月17日にね新しいソングブック6という本が出るとか、まあそういうお知らせ概要欄にねちょっといろいろ貼ってるんで、まあちょっとお時間ある方見ていただければなというふうに思います。さあそんなわけで、今日のガズファーストテイクはちょっと気分を変えてこのバケーションをしている最中からお届けします。綺麗な庭でございます。ガーデンが素晴らしいね。さっきからハニーさんがね、あいいなとかで自分の家にも取り入れられるかなって写真を撮ってました。いい感じ、自分の家に応用できそうということ、どんどん横展開して応用して音楽も庭も取り入れていきましょう。それでは今日のガズファーストテイクこれにて終了です。皆さんさようなら、バイバーイ。